こじ出しはいいよね。いいっすよね。で、前レンガ積んじゃうから下だけ残したの。ああ、空気だけね。夏から持ってきます。その後ろ、はい、ちょっとおろし、この釜は残したいですね。またいろんな炊き方ができると思うので、もっといろんな違う炊き方を試してみたいという気をしていて、で、まあ、いろんな人が使える釜にしていきたいなと思います。釜が出来上がって、で枠として入れた中の木を、まあ、燃やすところですね。燃やして中を空洞にする作業があって、でその後いきなり本番で焼くんじゃなくて、リハーサルで一度スタッフの作ったものだけを焼いたんです。その時使った土はこのすぐ下で掘った神谷さんの日陰土という粘土だけで一度焼きました。で、その仮焼成を得て、窯の中の温度分布とか、窯がどれぐらいの温度に耐えられるかとか、ある程度データ取りができたので、今回入ってる作品は、ワークショップに参加させていただいたこの作品がメインに入ってて、で、それだけでは足りないので、スタッフの作品もまた入ってるんですけど、今回は、窯の中の温度分布に合わせて粘土も多少変えて、日前に強い土を置いて、だんだん奥に行くほど弱い土にして釜詰めしてあります。ほとんど犬なんです。なんだっけ、出てる姿です。まだちゃんと大きいデータがいるかな。おやけの早く盗みに行きたいんですよね。
み合いで売ってるような甘さじゃん。たぶんじゃない。たぶん。一応そこに塩と。いや、ヒゲダさんいいですね。うん。絶対行かない。絶対嫌。まだ落ちてます。今日この作品買えないんですかって言ってましたね。本当に。うん、傾斜がきつすぎなんですよ。あ、でもちょっと。すごい。結構松つかなくてももう力ついちゃったからそっちでも行っちゃいます。ああ、そうですよね。はい。いやー、鎌出し楽しみですね、これね。じゃあ、切れます。はい。はい。はい。手前に倒れたのかな。倒れてるか。釜自体がとても炊きやすい釜で、あの多分設計が良かったんだと思うんですけど、温度を上げようと思ったら素直に上がってくれて、で火が上を走るようにくべようと思ったら上を走らせられるし、床の方を焼こうと思ったら床を走らせられるし、かなり操作がでしやすい釜です。あとはその土でできてるんですけど、レンガでできてる釜より輻射熱がとても少ない印象はあります。なんでその辺もとても面白いな。焼き上がりは楽しみです。フードを着て、あとは落合さんって、いやもう全然焼き物できなくて、もう筋肉下がってんの、なんもないよ、多分ないよ。もっと強いやつでやれば割れるんですけど、ね、あ、電気じゃなくて大丈夫。川だから先端入れてから投げて。初めての共同作業。うわ。
ありがとうございます。どうぞ。早くやりたいですか？早くやりたいなって後ろから一本ぐらいずつやってるもんなんですか？まとめているじゃないですか。鹿丸さん、すごい、なんか火の勢いが増してきて、あれすいません、ありがとうございました。拍手ありがとうございました。ありがとうございました。なんで上がった？入る道が、はい、入らないんじゃないの？僕らいるんだよ。いいよ。あ、そう。そう。あっち。これ入っか？入んねえな。これは無理。看板ない。やだ。いない。看板ない？はい、置きたいですけど。置きたいですね。めっちゃ置けない。下には置けないのかな。上に。そうですね。ああ、そうなんだ。ちっちゃいのは何を好きなの？あ、ダイエリー。それは食べたことあるじゃん。なんだ、もう。一瞬ダンパー開けて塗っちゃいます。鬼だな。バカ穴どうする？バカ穴いいよね。バカ穴はいいんじゃないですか。何かあった時にやっぱ開いてる方が安心だし。そこまでは。どうする？でも。まあまあ持ったね。壁も焼けましたね。いい感じですか？何を見せるって似てるね。そうですね。1回目より2回目の方が焼き方が強かったので、皆さんそれぞれ、まあ思った以上によく出たんだと思います。自分たちで土から作る釜っていうのは多分皆さん経験のないことだったと思うんで、で、これが、まあ、売るとか、商売にするとか、ということとは全く違うことなので、皆さん楽しくかなり、思った以上にできたんじゃないかなと思います。おぉ、いいじゃん。食べた。いいじゃん。すごいな。こんなんです。あ、これは落ちてないやつですね。加藤さんの。あれ救出しちゃう。加藤さん。ありがとうございます。すごい完璧に似てる。あ、大丈夫だった。お尻もいい。ここも。あ、これ一回倒れたね。すごいじゃん。こっちにミカゲとかシャモットとか。これはね、最初の。最初のミカゲ。そうそう。みんなでやったやつ。いいですね。想像通り。想像以上。こう出るとは思わなかった。はい、いい感じで焼けました。いい感じ、はい、そっちも、ね、嬉しいです。狙い通り、狙い通りです。なんだこれ、これは。ここの土地で採れたものと、あとは皆さんおのおの前回焼いたことを踏まえて自分なりに調合してきたものと、そういうものが混じっています。で、どのぐらいまで耐えられるかっていうのを土を自分で、持ち寄ってきたのかなと思います。2回目の方がかなり強く焼いたわけですけど、1318度を上げても持ったので、このままです。あ、この感じですと、まあ、もう、あと数十回焼けるんではないかなと思います。じゃあ、残したいですね。そうですね。ぜひ残してみたいですね、これは。私自身もですね、その土で作る釜というものは初めてです。いろんな釜を炊いた経験はありますが、またこの釜はまた別の意味で、自分に刺激もあるし、それとここに参加していただいた方の仕事の向き合い方とか、その仕事の広がりとか、そういうものももろもろ
勉強になったのかなと思います。やはり焼き物屋はですね、土が全て、そして焼きが全てというところがありますので、これを経験にですね、益子らしい益子で育つ焼き物屋になっていければなと思います。青空を広めに。はい、私OKです。